1949年エール・フランス・ロッキード・コンステレーション墜落事故とは1949年10月28日に発生した事故である。エール・フランスのロッキード L-749、A-79 から46コンステレーションがパリオルリー空港発ニューヨーク行き国最低気旅客便として飛行中、経由地のアゾレス諸島、 サンタマリア空港へ着陸しようとする間に山に激突した。この事故で登場していた48人全員が死亡した。事故機は1947年に製造されたロッキード L-749A-79 から46コンステレーションであった。事故機はアゾレス諸島サンタマリア空港経由フランスパリオルリー空港発。 ニューヨーク行き国際定期旅客便として運航されていた。この便には乗員11人と乗客37人が搭乗していた。この便はオルリーを10月27日21時に出発した。10月28日2時51分、パイロットは高度3000フィートを飛行中であり、空港を視認したと報告した。その後同期と通信が途絶え、航空機発揮と、 数隻の船により捜索が開始された。機体は空港から60マイルの位置にあるサンミゲル島のバラ山に衝突しているのが発見された。衝突とその後の火災で登場していた48人全員が死亡した。残骸は500平方ヤード以上に散乱していた。犠牲者の遺体が回収され、本国へ返還される前に最初にアルガルビアの教会へ運ばれた。 当時、この事故はポルトガルで発生した航空事故では死者数が最多であり、ロッキード・コンステレーションによる事故でも死者数が最多であった。事故後、バラ山に異例品が混流された。事故はフランス航空事故調査局により調査された。調査により事故原因は VFR 条件下で飛行中のパイロットの不適切なナビゲーションによるクフィットであると判明した。 パイロットが不正確な位置通報をしており、空港を視認できていなかったことも判明した。この事故で死亡した有名人には、元ミドル級世界チャンピオンのフランス人ボクサーマルセル、セルダン、フランス人バイオリニストジネット・ヌブー、および彼女の兄ちジャン・ヌブーが含まれていた。その他の乗客には、モントリオールに本社を置く、新聞でカナダの編集長外ジャスミン。 ウォルトディズニーカンパニーのディレクター系カーメンが含まれていた。ありがとうございます。